どうもアリスキテラです今回も「セイントスエアレジェンド・オブ・ジャスティス」やっていきたいと思いますで今回は前回と同じなんですけどテティスの宝探しの方に行ってみたいと思いますで前回、まあ、テティスの回復がきついということで、えー、回復阻害の、えー、スキルを持つ、えー、ダンテですねの、えー、ダンテを編成したパーティーの方を紹介したんですけど、えー、コメントで、えー、ダンテを餌にしちゃって、えー、ダンテがいないと いう方がいたんで、今回はちょっとダンテを使わない、えー、パーティーを紹介したいと思います。で、まず、まあ、基本的な情報としてですね、えー、回復阻害ですね、回復阻害ができるキャラ、一体どういったキャラがいるのかということなんですけど、ダンテ以外にもたくさんいますね。うん、で、まずダンテの方、えー、前回の復習ですけど、えー、奥義で、えー、前列の全ての敵を攻撃でき、4秒間対象の治癒効果を50%ダウンさせるということで、 奥義を打てば4秒間、えー、対象の治,癒、えー、治療効果を50%落とせますでそれ以外に、えー、ゴールド・セイントの修羅で修羅の方は、えー、奥義のエクスカリバーで、えー、対象を4秒間流血状態にさせるでこの流血状態っていうのが、えー、味方からの治療効果が50%ダウンするということでやっぱり4秒間 えー、治癒効果を50%落とすことができるということになってます。で、これ、味方からの治癒効果って書かれてるんで、私、初めて、えー、これ見てるときに、えー、まあ、テティスが1体しかいないんですよね。なんで1体だと、自分自身を回復してるんで、味、まあ、方から回復を受けてるわけじゃないんで、この効果が当てはまらないんじゃないかと思ったんですけど、えー、防災との情報だと、えー、この効果当てはまるらしいんで、どうも。 なんで、流血も有効みたいなので、えー、シュラも、えー、使えるかなと。回復阻害に使えるキャラになってると思います。で、えー、この流血なんですけど、流血を持ったキャラ、他にもいますね。で、それが、えー、シルバーセイントのカペラ。で、カペラの方も、えー、奥義の方ですね、のレベル2に書かれています。敵を流血状態にする確率が60%にアップし、効果時間4秒間に延長させる、えー、されるということで、 え、やっぱり、え、4秒間の流血を与えることができます。で、治療効果がやっぱり50%ダウンするということになってます。で、ただこれ、流血にする確率が60%なんですよね。100%の確率で流血ではないんですけど、え、このソーサーアタックの方は、ランダムな敵に円盤で6回攻撃するということで、まあ、敵はテティス1体なんで、テ,ティス1体に対して6回攻撃するんで、 まあ60%を6回も攻撃すれば、おそらく流血は確実に入るんじゃないかなと思うんで、えー、このキャラも有効だと思います。で、さらに、流、えー、血、もう1体いますね。えー、比較的新しく登場したライブラの支流の方が、えー、パッシブスキルのエクスカリバーの方で、で通常攻撃を発動するごとに、1層の政権の意思を獲得する、政権の意思が15層になると、エクスカリバーが解放されると。 で、レベル2、エクスカリバーが解放された状態で通常攻撃するとき、えー、通常攻撃が命中したときは5秒間流,流血状態になると。で、治癒効果も50%ダウンする。で、この流血効果は最大で2層まで重ねがけできるということになってるんで、えー、治療効果を100%落とすことができるということみたいですね。うん、なんで、えー 100%落とせんのかなちょっと分かんないなこれ <laughs> HP の3%を失うが2層までなのか治療効果も100%になるのかちょっと分かんないですね3レベル3だと、えー、流血効果は最大で3層まで重ねがけできるって書いてあるんでどうなんでしょう治療効果まで、えー、伸びるか分かんないんですけど、まあ、いずれにせよ50%は落とせるということで、えー、ライブラの支流こちらも使えるキャラになってますね えー、そしてあと、佐賀悪バージョン、佐賀悪バージョンの方は、奥義の、えー、ギャラクシャンエクスプロージョンの方で、えー、無数の巨大隕石を敵陣に打ち込むということで、レベル2、えー、隕石が命中した敵は1秒間重傷状態になるとで、この重傷状態っていうのは、HP を回復できなくなるということで。 まあ、回、えぇ、ー、治癒効果を50%落とすとかではなくて、もうそもそも HP を回復させなくできるということで、えー、おこの効果はかなりでかい効果になってますね。で、1秒間なんですけど、これ、無数の巨大隕石を敵陣に打ち込むということで、隕石が何回も敵に当たるんですよね。なんで、まあ、1秒間の重症になるんですけど、隕石が何回も当たるんで、おそらく4秒ぐらい、 え重症状態が続くんじゃないかなと思いますなんでこちらのキャラも有効ですね回復阻害をするという意味でで、えー、最後私個人的に一番おすすめしたいのはカノンですねでカノンの、えー、サイクルの、えー、オートスキルの方ギャラクシアンエクスプロージョンさ先ほどの闇サガと同じような効果なんですけどやっぱり4秒間、えー、重症状態にするということになってます で、重症状態になればも,もちろん HP を回復できないんですけど、えー、レベル4の効果ですね、これが強いですね、重症状態の効果時間が6秒間に延長されるということで、えー、他のキャラはだいたい4秒間ぐらいとかだったんですけど、このキャラは6秒間、えー、HP を回復させなくできるということで、カノンはかなり優秀な気がしますね。まあ、カノンとやっぱりさっきのライブラの死竜、 この辺りがやっぱり優秀なのかなと思いますね。うん、というわけでそれらを踏まえて、えー、テリスの宝探しの方行ってみたいと思いますじゃあまずは前回一応行ったんですけどダンテ編成も、えー、でまずは行ってみたいと思います。ダンテは扇を打つと 効果が50%ダウン、まあ、テティスが多分オートスキルとか、まあ、奥義を打つタイミングとかもあると思うんですよねそういったタイミングでえ事前にえ回復阻害のスキルが 打たれているかっていうところでまあちょっとばらつきが出そうな気がしますね。えー、というわけで残り4秒で、えー、クリアですね。でこれ再試行何回もできるんで。じゃあそしたら、えー、ちょっと流血代表で私ちょっとライブラの支流と <laughs>。 ええと、あと、カペラですね、の方が、ちょっとあれ、コスモ共鳴の枠が足りてなくて <laughs>、レベル1でしか使えないんで、ちょっとそれは厳しいんで、え流血代表としてシュラを使っていきたいと思います。じゃあ今度は回復阻害はシュラで。 エクスカリバーを、修、え、羅、ー、扇ですね、扇を打ったときに、えー、流血が入って、えー、味方から受ける回復量が50%ダウンすると。 えー、というわけで残り12秒で修羅、えー、編成でもクリアできましたね。えー、そしたら修羅に変えて、えー、今度は、えー、カノン。個人的に私を一番おすすめですね。カノンでいきたいと思います。カノンはオートスキルの方で、ギャラクシャンエクスプロージョンを打った時に6秒間 敵を回復させなくするスキルを持ってます。六秒間という長い間、回復できなくできるんで。まあ、回復できる時間がやっぱ短いと。まあ、アタッカーの火力も。まあ、少なめで済みますよね、やっぱり。 というわけで残り13秒ですね。で、早い時だと残り20秒以上残ってクリアできてましたね。カノン編成。まあ、個人的にはやっぱこの編成がおすすめですね。で、やっぱりこの、カノンの方なんですけど、 え、このレベル4ですね。レベル4になると、え、2秒間この重症時間が延長するんで、ここは結構でかい差が、大きい差が出ると思いますね。4秒なのか6秒なのかで。4秒だと、もしかしたら、結構きついかもしれないですね。6秒になれば、だいぶ安定して、え、回復阻害ができるかなという気はします。なんでこのレベル4まで解放されてれば、 えー、いい感じで回復素材入ると思います。えー、そしたら最後。えー、ちょっとアステリオンが育ってないっていう方がいたんですよね。で、アステリオンの方なんですけど、まあ、この編成だとヒーラー兼、えー、アタッカーですよね。えー、ヒーラーでありながら、ヒーラーでありながらっていうのもおかしいんですけど、<laughs> えー、回復もできながら火力も出せるということで、 なかなか優秀なキャラになってるんですけど、まあ、このアステリオンがま、育ってないという方がいたんで、まあ、ちょっとアステリオン外して、まあ、どういった編成でいけばいいのかなというので、ちょっと私考えてきたんですけど、えー、で、とりあえず、えー、ヒーラー枠必要なんで、えー、まあ、無凸なんですけど、アテナ。えー、そして、えー、アタッカー枠で、バルゴの春。で、バルゴの春の方は、 えー、まだクロスレベルが20いってないですね30までいくとめちゃくちゃ強いんですけどまだレベル17なんで全然強くないです <laughs> 驚くような強さはないですね、えー、ヒーラー枠でアテナそしてバルゴのシュン そして、火属性から、えー、シャイナ。で、行ってみたいと思います。で、カノンがやっぱり6秒間の中、えー、効果中、えー、回復させなくするスキルを持ってるんで、これで行ってみたいと思います。レッツラゴーまあ、ちょっとやっぱアステリオンが回復もできて、 火力も出せる優秀なキャラになってるんで、ま、アステリオンを育てるのが一番手っ取り早い気はするんですけど、一応、えー、アステリオン使わなくても、えー、いける編成もあるということで、まあ、バルゴの瞬とかめちゃくちゃ、えー、育成されてて、もクロスを最大まで強化されてる方は、多分、あっという間に倒したような気がするんですけどね。 まあもしかしたらアステリオンは育ててないけど、バルゴの旬だけは育ててるって方もいると思うんで、まあそういった方は、まあ試してもらってもいいかなと思います。うん、というわけで残り4秒で一応アステリオン抜きの編成で、えー、クリアすることができましたね。一応、バルゴの春は星級になってますね。うん。というわけでまあ何かしらやっぱり状態、えー、状態異常じゃない <laughs>。えー 回復阻害のキャラを一体入れて、まあ、いろんな編成試してもらうといいと思います。で、あと、やっぱこのログですね。ログで、えー、まあ、たくさん撮ってる方の、えー、編成とかですね、めちゃくちゃこれ参考になるんで、その辺、なんでこの編成してんだろうっていうのを、えー、まあ、見ながら、えー、まあ、真似てやるのが一番いいと思うんですけど、真似てやってみるといいんじゃないかなと思います。えー、というわけで、 まあ、よかったら、えー、参考にしてやってみてください。というわけで最後に、えー、ガチャ回しますね。投資ガチャ。せいや欲しいんですよね。とりあえず単発5回行って10連引きますね。早めに、今のところ天井、2回天井ですね。ナチ 司祭わけわかんないやつあっシリウいや驚くほどのことじゃねえな <laughs> あヒョウガーいいじゃん餌が多いさあ来いせいや来いナチじゃあ10連いきましょう頼む 道中で来てほしいんですよね。天井以外で来てほしい。じゃないと育成が進まないんで頼む。本当に道中で来てほしい。来い頼む来いあー甘くねえダメかー <laughs> <laughs> ええー、というわけでまあ。いやー、今回4体隠しときたいんですよね。うーん。厳しい。というわけで <laughs>。 また何かありましたら動画の方を上げていきたいと思います。よかったらチャンネル登録の方お願いします。というわけで、えー、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。